2023年の日本シリーズは阪神とオリックスの関西ダービーが繰り広げられましたが、山本由伸がまだ細胞にもなっていない1980年代のパリーグには南海、阪急、近鉄という3球団が関西にひしめき合っていました。中でも路線が一番長いことしか取り柄がないと言われた近鉄は、貧乏球団の上に苦節用選手が多く、ネタやエピソードの宝庫と言われていますよね。そこで今回の動画は1980年代から近鉄が消滅するまでの間で起きた人間味あふれるエピソードを紹介したいと思います。興味のある方は最後までどうぞ。天国でも野球を見ながらぼやき続けているであろう野村克也は、生前に何度も優勝チームに名捕手ありというフレーズを繰り返しました。1980年代で言えば、黄金時代の西武には伊藤勤が、同じく黄金時代と言われる広島には球界の詐欺師と呼ばれた達川光男などが扇の要として役割を担っていましたが、近鉄だけは独特路線を歩んでいたのです。近鉄は創設からシベリア並みの厳冬期を経て、西本幸雄監督の就任とともに強くなり、80年にはリーグ連覇も達成していますが、不動の司令塔となると一人に決め込むことは難しくなります。それはチームが違えば正捕手を任されるだけの実力を持った2人の捕手が所属したことが原因で、一つしかない司令塔の座を巧みに分け合い、投手陣だけでなくチーム全体をリードしていました。しかもこの2人は名前から人相から性格からあまりにも対照的な部分が多く、二遊間や打順の1、2番などコンビプレーを要求させるわけでもないのに、有田修造と梨田正孝はありなしコンビと呼ばれていたのです。プロ入りは梨田の方が1年だけ先ですが、年齢は社会人を経た有田が2歳年上というプロ野球界の上下関係で最もややこしくなる関係ですが、共にドラフト2位で指名され、梨田は72年、有田は73年に入団します。名前の有なしのコントラストに注目が集まりますが、顔つきもまさに有なしといえ、梨田はスマートかつ甘いマスクで、80年には球団にチーム最多となる50通もの年賀状が届くなど女性ファンにもモテましたが、有田は口ひげを蓄えるなど泥臭く、悪役紹介にドラフト1位で指名されそうな雰囲気を持ち合わせていました。打撃フォームについても2人はラグビーとスケートほど違っており、当時の小学生がこぞってモノマネをした上半身と両膝をプルプルと震わせるこんにゃく打法の梨田とは対照的に、有田は大きくテイクバックしてから思い切りのいいフルスイングが持ち味でした。さらに梨田の武器は強肩で、有田の武器は強気のリードという、捕手としての持ち味も180度違っていて、梨田は77年に右手の中指を骨折してからは強肩に頼りすぎないスローイングの研究を行い、パッションができなくなるので国民栄誉賞を断った世界の盗塁王福本豊からと五分の戦いを繰り広げます。有田は有田でスナックでよザ相手に大暴れする気の強さだけでなく、投手や打者の心を見透かしたような高難自在のリードが持ち味で、データを活用しながらもひらめきでど真ん中に投げさせることもあるなど、彼らはあらゆるところで対照的な一面を持ち合わせていたのです。ちなみに口数の少ない有田は梨田のことを、梨田は優しい性格で投手を立てる捕手と表現しますが、反対にその梨田はどっちかと言ったら僕は調子が悪くてもなんとかなりますよとか持ち上げる感じなんですが、有田さんは大先輩の鈴木啓司さんに対しても、あんたこんなボールでよう200勝できたなとか言うらしいんですと口の悪さを笑いながら解雇しています。周りから勝手に敬遠の中と言われたこともありましたが、この二人は意外にも良好な関係を築いていたらしく、私生活では一緒に飲みに出歩くこともあったようです。ただグラウンドになると話は別で、先に司令塔となったのはプロの先輩でもある梨田でしたが、75年に太ももを痛めて離脱するとその座を有田が奪って、以降2年連続ダイヤモンドグラブを獲得し、70年代の後半は有田の方がリードしていたと言えそうです。控えに回ることが多かった梨田でしたが、俺だったらこんな時はこうすると有田が出場中の試合をブルペンで観察しながらこんにゃくと牙を研ぎ続けたのだそうです。そんな梨田が巻き返したのは初優勝の79年、自己最多の19ホーマーも放って、連覇の80年には初めて規定打席にも到達し、これで正捕手と胸を張って言えるとドヤ顔をかましましたが、一方の有田も負けておらず、80年には95試合の出場ながら16ホーマーを記録し、規定には届きませんでしたが、打率も3割に乗せるなどバットでも貢献しています。このトムとジェリーのような関係性は80年代前半までずっと続き、梨田が82年まで4年連続で2桁ホームランを放てば、有田も83年に77試合の出場ながら自己最多の17本塁打を放つなど、82年から3年連続2桁本塁打を記録し、一歩も譲りませんでした。2人のつばぜり合いを間近で見ていた投手の久保康夫は、本当にコンビという感じでしたね、後にも先にもいないんじゃないかな、投げてる方からすればどっちも
性捕手みたいでしたけど、名前も性格も顔も違ってるので毎回新鮮な感じはしてましたけどねと2人の印象を語っています。ちなみに球団はありなしコンビの両方に性捕手査定を行わず年俸を抑えるドケチぶりを見せており、もはや年俸を抑えるために彼ら2人を併用したのではないかと思われるほどでした。そんな2人の併用は長きにわたって続きましたが、一貫していた不分率はエースの鈴木啓司には有田というもので、この不分率が出来上がったのは西本幸男監督が有田を抑えれば捕手のおかげ、打たれれば投手のせいと考える俺様的な性格であると判断し、やはり気の強い鈴木と組ませたものでした。バッテリーを組んだ投手の鈴木は有田のサインをこんにゃくのように首をプルプルと震わせましたが、スライダーを多投することで勝ち星を積み重ねた頃にはそれもなくなっていきます。ナシラは鈴木と有田についてある時から指名がかからなくなった、別に指名料を取っているわけでもないしなんでかなと思っていたんですが、ある日鈴木さんから食事に誘ってもらって、すまんな、お前のミットでは燃えんのや、有田のミット見たら腹が立ってきてな、燃えるんやと語り、当の鈴木は、ナシはね、俺が首を振ったらサインを変えてくれるし、それで打たれてもかばってくれんねん、有田は首を振っても何回も同じのを出してくるし仕方なく変えて、それで打たれたら監督にこれ投げ言うとんのにあれ投げるんですよとほんまのこと言いよんねん、だからクソでねと怒りをエネルギーに変えていたことを明かしました。こうして永久に続くかと思われたありなしコンビですが、85年オフに球団が巨人との親密な関係を構築することを模索し、有田と粟口健二ら2人による1対2のトレードが成立、これにより2人の歴史は幕を閉じることになります。しかし巨人に移籍した有田は、生まれ変わってもありなしコンビをやりたいかとの質問にそれはなしだと答えるなど、相棒に対してある種のエールを送ったのでした。近鉄とロッテという東西の不人気球団がテレビ朝日による異例の全国中継でとんでもない視聴率を叩き出してしまったのが1988年10月19日に川崎球場で行われた試合です。後に 10.19 として野球ファンの間に定着することになるダブルヘッダーの2試合ですが、そもそもこの2試合に勝てば優勝という条件に近鉄がたどり着いたこと自体が奇跡でした。岡本勇前監督の辞任を受け、長くヘッドコーチを務めた扇明がこの年から監督に就任し、チームは4月を11勝7敗とまずまずのスタートを切りますが、近鉄のことなど眼中にない4連覇を目指す西武も開幕から好調であり、それを追いかける展開になります。そんな中、近鉄という会社はどこにあるのですかとの名言を残しながらも、すっかり藤井寺の街に馴染んでいた阿波野秀幸が行きつけの焼肉店で小野和義と食事をしていると、おいデイビス引っ張ったらしいでとの一報を耳にします。まだ関西弁に慣れていなかった阿波野は、引っ張られることが何を意味しているのか理解できず、どういう意味ですかと聞き返すと、逮捕されたということを知り二度驚いたそうです。チームは84年に入団してから一度も3割を切ったことのない主砲デイビスを逮捕という理解不能な理由で失うと、6、7月で一つの負け越しを喫してしまい、西武に5ゲーム差をつけられてしまいます。9月にはゲーム差も6に開き、今年のパリーグも西武で決まりかとの空気が流れ、ライオンズの堤オーナーも、月以外ならどこでもいいよ、あでも月の方が面白いかもねとジョークなのか本気なのかわからない優勝旅行の手配に動き出した中旬から近鉄は快進撃を見せます。しかしデイビスの後釜として緊急補強されたブライアントが、中西コーチの課した軍隊式の練習に耐え抜き猛打を爆発させると、投手陣も阿波野を中心に山崎慎太郎などが粘りの投球を見せ、西武が9月16日からの7試合を3勝4敗だった一方、近鉄は8試合8連勝で9月終了時点で 1.5 ゲーム差まで詰め寄ります。この快進撃を目の当たりにしたフロントは、優勝すると年俸が上がってしまうという恐怖感でアプリを整理する時のように震えたといいますが、ついにチームが首位に立った10月5日、連盟から回ってきた今後の日程表は13日間で15試合という過酷なものでした。思わずフロントはにっこりと笑顔を見せましたが、大木監督は渋い表情で取材に応じ、みんなボロボロの中でこの日程はきつすぎる、でも勝つしかないので目の前の試合に全力を尽くすと精一杯の強がりを見せるしかなかったのです。この時点で 10.19 のグラウンドに立っていたかのように漫談を繰り広げる金村義明は手首の骨折で離脱しており、星田正孝はアキレス腱痛を抱え、人工芝のグラウンドでは星の構えを取るのもやっとでした。その他の主力選手も連戦でボロボロの状態に追い込まれており、先に全日程を終了した西武は残り4試合でマジック3が点灯していたにもかかわらず、近鉄の優勝はないと見ていたのです。毎日ビールかけの準備が行われる西武を尻目に、残り4試合で3勝が必要な近鉄でしたが、直後の試合で阪急に惨敗、優勝するには残された3試合を全勝するしかない状況に追い込まれ、さすがの近鉄ナインも阪急との試合後のバスの中では誰も口を開こうとはしませんでした。普段ならバス会社から話の内容が下品すぎて女性を
洗浄させられないとまで言われるほどの大騒ぎを見せていましたが、この日はさすがに借りてきた牛状態に追い込まれており、見るに見かねた大木監督が選手会長の大石大二郎に、おい、なんか頼むぞと促すと、実直な大石は泣いても笑っても3試合頑張ろうと声を上げたのだそうです。この声に反応した投手の佐々木治は立ち上がると、飛ぶ雲、飛ぶ声、飛ぶボールといつもであれば今から飲みに行く店でどの女の子が一番スケベなのかを言い合っていた猛牛軍団ですが、佐々木の歌声に全ての選手が大声で続き、バスはこの絶唱で大きく揺れました。ちなみに最初に歌声を上げた佐々木は終盤で膝を痛めてほとんど出番がなく、なんとか力になりたいと思って応援歌を歌い出したと解雇しており、この歌声で再び活気を取り戻した近鉄は翌日の試合でロッテに快勝し、運命の 10.19 を迎えたのでした。試合が行われた川崎球場はビートたけしがガラガラすぎて誰か外野で死んでてもわかんないというほど閑古鳥が鳴く球場でしたが、この日は運10年ぶりにダフ屋が出現するなど異様なムードを解き放っており、疲労困憊のはずの近鉄ナインもバキバキの目で球場入りします。初戦は1点を奪い合うシーソーゲームになりながらも、この年での引退を決めていた梨田が9回に値千金の勝ち越し打を放ち、ホームインしたでかい鈴木隆久がこれまたでかい中西コーチと熱い抱擁のままゴロゴロと転げ回ります。こうして勝てば優勝までこぎつけた近鉄でしたが、第2試合までの25分間の休憩で自らエンドルフィンを放出するほどの興奮状態に達しています。この時の様子を後の日本シリーズでいらんことを言ってしまう加藤哲朗は、2試合目に行く時の僕らはものすごい興奮状態でしたね、大木監督もお前ら次勝たない意味ないぞと制していましたが、本当にお祭り騒ぎでした。連戦と移動で体は限界を迎えていたんですが、全員ハイになってましたね。吉井とか誰から構わず殴ってましたもんと振り返っています。運命の2試合目では吹石和恵の父にして福山雅治の義理の父にも当たる吹石徳一が勝ち越しホームランを放ち、野球人生初のガッツポーズを見せるなど最後の力を振り絞って勝利へ邁進。この時テレビ朝日はビートたけしのスポーツ大賞をぶっ飛ばして中継を始め、名古屋のホテルでは青年将校星野仙一監督が相手はどっちじゃと的を機を発しながらテレビを睨みつけます。そして4対4の同点で迎えた9回表には、新井博正が放った強烈な三塁線の打球をサードの水上が横飛びで候補する大ファインプレーが飛び出し、阿部ロックこと阿部則之アナウンサーからはプロ野球史に残る名フレーズの This is プロ野球と飛び出しました。ちなみにテレビ朝日は当時人気番組だった久米宏司会のニュースステーションでもこの試合を中継し続け、冒頭では久米は This is ニュースステーションと口にしています。そんな一戦は結局同点のまま22時56分を迎え、試合開始から4時間を経過した場合はそのイニング終了をもって打ち切りとの規定に抵触し、この試合は引き分けで終了。試合終了後、大木監督をはじめ近鉄ナインはグラウンドに出て整列し、三塁側とレフトスタンドに陣取ったファンへ頭を下げ挨拶を行っています。近鉄が負けたことで優勝が決まった西武の森監督は、近鉄の壮絶な戦いに身震いするほどの感動を覚えた、この世界に生きる人間として頭が下がると粋なコメントを残したのでした。1990年、不人気球団の近鉄に突如としてスターが誕生しました。野茂英雄。後にメジャーリーグにトルネード旋風を巻き起こす野茂ですが、8球団が競合した末に近鉄バファローズへの入団が決定します。これには大木彬監督も、小宮悦子さんと電話番号を交換した時よりも興奮し、あいつが勝ち取ったドラフト1位や。だから、そのホームを崩すことはない。誰もいじるなよ。と明言し、首脳陣には、とことん、愛子、二世、と口にしたのだそうです。愛子というのは関西弁でいうひいきのことであり、野茂はキャンプでも全体練習以外は全て自主的な調整が任される愛子っぷりを受けています。こうして野茂は大木監督の下で寿司なら150貫を平らげる大食いですくすくと成長し、パリーグの顔として認知されるようになりましたが、その後は4年連続で最多勝へ、球界屈指のエースへと成長を遂げていきました。そんな最高の輝きを見せていた時期の野茂は、立花隆二とマンツーマンでスタミナを作っていた94年、オープン戦で調整登板を行うはずでしたが、大木から監督の座を引き継いだ鈴木啓司監督から、おいお前も試合で結果を残さないとローテーションには入れんぞと耳を疑うような言葉をかけられます。当時の野茂は開幕戦で調子が整えば良いと考えており、オープン戦はあくまで調整の場でした。ところが鈴木監督は、俺の若い頃はエースであってもオープン戦から結果にこだわっていたという謎の武勇伝を押し付け、気温が上がらない中で全力投球を命じられました。この時点から野茂はエンタの神様に出始めた時よりも武勇伝を披露する鈴木監督に不信感を抱いていましたが、なぜか鈴木監督も同じように野茂を嫌っており、あいつは球数が多すぎる
る。毎度毎度フォアボールか三振かでは野手にリズムが出てこない。実際にあいつが近鉄に来てからは優勝していないでしょ。今のフォームではいずれ通用しなくなる。その時に私に頭を下げてこれるかどうかだと、当時関西で絶大な人気を誇っていたラジオパーソナリティ道場陽蔵の番組に出演し、野間への毒ガスを撒き散らしました。のけから鈴木監督は野間へのジェラシーを爆発させていましたが、西武との開幕戦を迎えた当日には、今日は野本新十也と開幕投手に指名した野間へ熱いメッセージを送っています。ところが3対0のリードで迎えた9回、宿敵の清原和博にツーベースを許し、四球とエラーが絡んでワンアウト満塁になったところで、鈴木監督はあっさりとピッチャー赤堀と野間との心情を忘れ、ストッパー赤堀をマウンドに送り出したのです。まさかの登板に動揺したのか、赤堀は伊藤つともにまさかの逆転満塁サヨナラ弾を食らい、近鉄は最悪な形で開幕戦を敗北。赤堀が打たれたら仕方がないと野間は2歳下のストッパーをかばいましたが、親しい人物には心中って思わず辞書で引きましたわとすでにアメリカンジョークを披露しています。この年の野間は夏を迎える前に2軍落ちを経験し、8月24日の登板を最後に怪我でシーズン中の復帰が難しくなり、8勝に終わる屈辱を味わいましたが、その後も2人の周囲は慌ただしさを増していきました。オフに突入すると関西のスポーツ紙は鈴木監督と野間の対立を面白おかしく書き立て、契約公開前には大幅減俸を示唆する球団と金属疲労を主張する野間、エースはプライドよりも給料を取る例度と品のなさ全開の見出しを掲載しています。こうして迎えた球団と野間の初交渉では激しい戦闘が予想されていましたが、最初に野間が要求したのは団野村を代理人とした代理人交渉制度と6年24億円という複数年契約でした。球団はもちろんこの2つを肩を故障してシーズン後半を棒に振っておいてどの口が言うんやと跳ねつけ、当時では考えられない金額と規模の契約については年俸をもっとよこせということでしょう。これまでうちは彼に対して温情査定をしてきましたが、その点が全く理解できていないようですねと後のメジャーリーガーを主戦と呼ばりしています。ちなみに野間に温情査定が行われていたと球団社長はコメントしていますが、前年は最多勝を獲得した野間に対して負け数が多すぎるという当たり屋のような難癖をつけ、現状維持の金額を提示していました。野間の要求はあまりにも銭ゲバが過ぎるとして激しいバッシングを受けることになりますが、実はすでに野間は夏頃から鈴木監督とはプレーができないとして団野村とメジャー移籍に向けた作戦を立てていたのです。もちろん6年24億円の要求も団野村が考えた作戦の一つであり、2人にとってのゴールは球団から任意引退の言葉を引き出すことでした。団野村は野間からメジャーでプレーしたい意向を聞きつけ、野球協約などを確認した上で任意引退すれば国内では最終所属球団が保有権を持つので自由に移籍してプレーはできないが、米国は対象外のためプレーできるという結論に達します。ですが球団もおいそれと野間に任意引退を突きつけるはずがないので、団野村はアニマルレスリーのように激高しやすい近鉄フロントを逆手に取り、法外な要求を行うことでその言葉を引き出そうと画策したのです。野間と団野村は念のため他の作戦も考えていましたが、絶対に要求を曲げない姿勢を見せていた野間に対して球団は、君はもう球団の顔ではないんだよ、契約しないと任意引退することもできる権利をこちらは持ち合わせていますと餌に飛びつく鳥のようにいとも簡単に言葉を引き出されてしまいました。野間は球団からの任意引退に対して真顔で、はい、じゃあそうしてくださいと返事し、逆にフロントを驚かせます。まんまと作戦を成功させた野間と団野村はすぐにメジャー球団に対して売り込みを行い、日本人投手に興味を持っていたドジャースと契約を結ぶことに成功したのでした。契約金$200万、年俸は10万ドルと近鉄時代の1億4000万円から10分の1以下になりましたが、野間は親交のあったトンネルズの石橋貴明が映画メジャーリーグ2で高田中と同じ16番を背負ってメジャーで旋風を巻き起こすことになります。こうして野間はメジャーリーガーのパイオニアとして語り継がれる存在になりますが、鈴木監督の武勇伝やフロントの激高がなければ近鉄の野間で終わっていた可能性もあるだけに、本当のパイオニアは近鉄そのものかもしれません。打線は水物であるとよく言われますが、2001年の近鉄は打って打って打ちまくって優勝を勝ち取りましたが、就任から2年目を迎えた梨田監督は前年に最下位を経験し、半分破れかぶれになっていたと言われています。その要因は一緒や打ってもと言いたくなる投手陣にあり、何点取っても何点も奪われる状況にはかつての名捕手梨田であってもサジを投げたくなるような事態だったのでしょう。そんな近鉄投手陣は契約公開交渉を11月31日と勘違いして無断欠席し、球団に免許証を取り上げられたことのある前川勝彦がエースの階段を上りつつありましたが、防御率 4.18 と一皮むけず北別府2世と言われた山村博樹が四球を連発し、いとも簡単に失点を量産。保守出身の梨田は就任当初守りのチーム作りをしたいと掲げていましたが、どんなに守っても守りきれないので、守りがダメなら機動力を使った野球をしようと思ったんだけど走れる選手がいなかった。ヒットエンドランのサインを出したらバッターが空振りしてランナーがタッチアウト。
そういうことが多かった。自分で近鉄の野球の原点は何かと考えて打ち勝つ野球をしようということになったと、ステータスを打撃に全振りすることを決断しました。早速なしでは2001年の開幕前に捕手と外野で起用していた磯部晃一を外野手に専念させることを決断し、磯部に守りのことはあんまり考えないでいいから打つ方に専念するつもりでやってくれればいいとなしだマジックを仕掛けています。開幕直後はローズと中村紀洋の後にガルシアを起用していましたが、4月8日の試合から5番に起用された磯部は勝負強い打撃でチームに貢献していくのです。なしだは打撃に確実性のある磯部をローズ中村の後に置けば打線に厚みが出ると確信しており、とにかく相手投手陣を破壊し続ける打線を組むには磯部は絶対に欠かせないピースでした。こうして3番ローズ、4番中村、5番磯部のクリーンナップに野球版最強打者の6番吉岡を加えた打線はとんでもない相乗効果を生み出していくのです。早速開幕戦から5点差をひっくり返し、9回に2点を取られながら10対9のスコアで勝利した近鉄は波に乗りましたが、前年最下位のチームを蘇らせつつあった梨田はピッチャーが少ない失点で抑えるというのが野球の形としては一番いいに決まっている。でもあの時の近鉄にはできなかった。5点取られて6点取る野球は面白いといえば面白かった。まあセオリーからしたら無茶苦茶だったけどねと手応えをつかんだのだそうです。打って打たれてまた打たれてと川島英吾が歌詞にしそうな近鉄の試合は当然長くなり、しびれを切らして帰宅したファンが翌日試合結果を新聞記事で知って驚くという展開も少なくありませんでした。その証拠にこの年近鉄は78勝を挙げて優勝しますが、そのうち41回は逆転勝利で、どんだけ投手陣が点取られるねんとツッコミを入れたくなりますが、エース前川は前年よりもさらに防御率を1点以上悪化させる 5.62 を記録し、開幕投手を務めたアゴクラこと門倉健に至っては6.22という投げれば炎上しているような数字を残しています。驚異の板前打線は前半戦の千葉マリンスタジアムで行われた前半最終戦でもロッテの守護神小林正秀に角を向け一挙に8得点を奪い、12対9のこれまたバカ試合といえるスコアで勝利を飾りました。この試合は小林にとっても印象深い試合だったようで、ローズやノリさんはもちろんこっちも警戒しているんですが、6番に吉岡さんもいるし、下位打線に川口とか北川までいたんですよ。もう勘弁してくださいって感じですよね。もちろん機動力を使うチームでもなかったんで、全員が打席で襲いかかってくるイメージ。8点取られた時も四球でランナーを貯めてしまってガツンとやられてしまったんです。ほんとトラウマになりますよと語り、伊手前打線被害者の会を結成したような心境を明かしています。2年連続最下位だったチームはこの時すでに負け牛ではなくなっていて、チーム内にはこのまま打ち続ければ優勝できるという機運が高まっていました。オールスターゲームには脳腫瘍から復活した森田光輝、中村、ローズの3人がファン投票で選出され、中村は全国の野球ファンに伊手前打線を見せつけるように2試合続けてホームラン。投手陣もチームの追い風となっていて、相変わらず前川は23歳とは思えないふてぶてしさで失点を重ね続けていましたが、5月に獲得した全くの無名外国人であるバーグマンが10勝を挙げ、6月後半にトレードで加入した全力三沢光一がリリーフながらも7勝を記録するインパクトを残します。シーズン後半には間違って猛牛軍団入りしたとしか思えない可愛いルックスの岩隈久志が1完封を含む4勝を記録しブーストをかけ、苦しい7月8月の夏場を貯金1。チームは9月5日の時点でダイエーと並んで同率首位となりましたが、5位までが 6.5 ゲーム差の中にひしめく大混戦に突入していきました。それでも9月16日から一気に8連勝をしてライバルを引き離した近鉄は伝説を作ることになる9月26日のオリックス戦を迎えます。この試合も息を吐くように先制された近鉄は関口伊織、愛嬌久志がなんとかつなぎ、試合を壊さず9回にたどり着きました。8回からマウンドに上がっていた岡本明は1点を許してしまい、守護神の大塚明則に後を託します。この1点が入ったことで5対2になり、9回裏の劇的な代打逆転サヨナラ満塁優勝決定をお釣りなしホームランにつながるのですが、しょっぱい投球を見せた岡本は北川さんがホームランを打って優勝が決まったんですが、終わってから3点差にしてくれてありがとうって言われてちょっと複雑でしたね。確かに2点差とかなら進塁打や犠牲フライとかを考えてしまうから点差があった方が良かったとは思いますが、思わぬ演出をしてしまった感じですねと逆に北川からお礼を言われていたようです。こうして近鉄は78勝60敗2分け勝率5割6分5厘の成績で優勝し、パリーグでは史上初めての最下位からのリーグ優勝を達成しました。もはや炎上がボヤになっていた投手陣の防御率はリーグ最下位の 4.98 を記録しましたが、チーム打率2割8分0厘211本塁打748打点の伊手前打線が最後まで火力を失うことはありませんでした。中でも他球団から恐れられた55本男ローズ、ノリブランド中村、奇跡のコンバート磯部のクリーンナップはチーム全体の半分に近い358打点を叩き出す驚異的な数字を記録し、その破壊力は歴史上に残ると言っていいレベルだったのが分かります。そんな当時の近鉄には野球エリートと呼べるような選手は多くなく、ロッカー内はさながら男塾のような雰囲気が漂
漂い、選手同士の関係性もピリピリとしたものが漂っていたそうですが、ナッシラ監督はそんな選手たちを放任主義で育て、茶髪金髪ピアスに入れ墨何でも OK の勝つことだけに集中したチームを作り上げたのです。板前打線の象徴的なシーズンとして取り上げられることが多い2001年ですが、ナッシラ監督はもう一回やりたいかと言われるとちょっとごめんなさいって言うかも。あいつらは私生活も板前だから、そんなやんちゃくれしかいないチームの監督したいって人はいないでしょうと塾長としての胸中を語っています。ただナッシラが作り上げたこの板前打線は後世に残る伝説のチームになっていて、また機会があればこの時だけにフォーカスした話もお届けしたいと思いますのでご期待ください。ということで今回は近鉄のクセ強エピソードを4つ紹介しました。近鉄の選手は夜の街に繰り出しどんちゃん騒ぎをしているイメージですが、パリーグで一番年少しているチームとしても有名でした。叩き上げの選手が多かったからこそ、クセの強いエピソードや奇跡の出来事が起きてしまうのもうなずけます。最終的にオリックスと近鉄は合併することになりましたが、現在のオリックスはどちらかといえばイケメン選手が多く、猛牛軍団の DNA は感じられないので、そろそろ男臭さが売りの選手が登場してほしいものですよね。それではまた。